おはようございます。今日はね、銀座のマジックバーですね。ちょっとちょびっとだけ紹介します。この人はね、メインマジシャンの清野さんっていう方で、もう僕はもうほんと15年以上なんか世話になってるかな。この手品が僕大好きなんですけど、手品の瞬間をちょっと出せないので、10円が100円変わるというんですね、手品なんだけど、これがね、やっぱうまいんですよ。もうぜひ、12時っていうお店行って体験してほしいですね。で、この12時さんと10時さん、丸の内と、銀座にあるんですけど、これステージショーがね、必ず見れると。で、この日はね、なんだか知らないけど、ステージショーに入るまで1時間ぐらい飲んでたから、もう眠くて、ステージがね始まった頃にはもう寝てたわけですね。見てますね。体に悪そうな寝方してる。でも本当に好きなお店で、もうね、昔はね、主婦後ぐらいで行ってましたね。今も起きた。今はそんな感じでもないので、あんまり行けてないですけど、この日は本当に久しぶりに行きましたね。こんな感じのところに行ったりもします。じゃあまた明日。